皆様どうもこんばんは、いやもしくはこんにちは、いやご覧になられている時間帯によってはおはようございますかもしれませんね、まあ、つまりおはこんばんちはなんつって、はいどうも、いつも同じ服を着ているでおなじみのコンプリート爆弾の近藤裕二です。来たる2月の28日金曜日から3月2日日曜日まで2月の月またぎで、谷町9丁目の近く、もしくは、日本橋から徒歩7分ほどのシアトリカル大店員さんにて満月動物園第21夜アッシュメロディーという公演がございます。2003年に満月動物園さんで行いました歌うたいの骨という公演のリメイクでございます。およそ10年の時を経て新たなキャスト、新たなキャラクターを交えてお送りする歌うたいの骨のリライトアッシュメロディー、どうぞお楽しみにしていただきたいと思います。満月動物園は新たに2人の劇団員を迎えて送る新体制での公演でございます。出演者は全部で10人、このような面々が揃っております。素晴らしい、5人の満月動物園所属の俳優に5人の客演陣という布陣でございます。そして詳しくはですね、満月動物園の公式ホームページをご覧ください。さらによろしければ私の個人ブログひでし感激なんかもご覧いただけましたら幸いでございます。それでは皆様、来たる2014年2月28日から3月2日まで金曜土曜日曜シアトリカル大庭園にてアッシュメロディーの始まりです。